主字の多角形の内接円円の内接三角形四面体は立方体に内接し、それはさらにひし形三十面体に内接している。初等期何学において平面図形や立体が内接するとは、それを内側にぴったり収まるように崩落する別の図形や立体があることを意味する。図形 F が図形 G に内接することは図形 G が 図形 F に外接することとちょうど同じである。円や楕円が凸多角形に内接するとは、外側の図形のすべての辺に接することを言う。円や楕円あるいは多角形に内接する多角形は、拡張点が外側の図形上にある。そして、外側の図形が多角形や多面体の場合には、内接多角形や内接多面体の頂点は、 必ず外側の図形の変状になければならない。内接図形の向きが一位である必要がないことは容易に理解されることで、何となれば外側の図形が円であるとき内接図形をどのように回転させようとも元の図形と合同な内接図形が得られることを見ればよい。よく知られた内接図形の例として三角形や正多角形に内接する円や 円に内接する三角形や正多角形がある。任意の多角形に対して、それに内接する円を内接円と呼び、対する多角形を円外接多角形と言う。円に内接する多角形は円内接多角形と言い,い、対する円をその外接円と呼ぶ。外側の図形の内接半径あるいは重点半径は内接円が存在すれば、その半径を言う。 以上の定義は、考える、幾何学的対象が2次元、または3次元のユークリット空間に埋め込まれていることを前提として与えられたものだが、高次元のユークリット空間や他の距離空間に埋め込まれる場合に関しては、一般化も容易である。他に要例として、テープリッツの内接性方形問題では、突ですらない図形に対してさえ、その図形の上に4つ全ての頂点が載っているような、 節営方形を考える。ありがとうございます。